はい、桃太郎です。3月24日の午後なんですけれども、これからねシンプルにね愚痴を言いたいと思うので、聞くのがね不愉快な方はここから先のね視聴をお勧めしません。何の愚痴かっていうとですね、普段動画でちょっとずつね話してるんですけど、家にある植物をね少しオークションに出してます。で、今回のオークションはですね、ちっちゃい苗をいくつか、家にあったので一つね出品したんですよ。ただ他にもね状態は違うけれども苗はご準備できることもあるんで、まとめてね数を欲しい方は落札前にメッセージでご相談くださいって出品画面に書いたんですよね。で、そいつ落札したはいいんですけど、なんか落札した直後に変わりました、よろしくお願いしますとかいうメッセージも何もなかったんで、一応こっちからもう何の連絡もなければ普通に一本の取引として成立するんで、まあこっちの方からすれば念には念をのね親切のつもりで、まあ一本でよろしかったでしょうか、今送料を思うとご通知しますんでお支払いよろしくお願いしますってこっちからメッセージ送ったんだよね。そしたらそいつから返事が来たんだよね。そしたらね、できればもう一本欲しいんですが支払いはどうしたらよろしいでしょうかって言うんですよ。だったらやるなよこのオークション。本文に、例えばさ、業者みたいにずら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 さ、何十行も書いてあって、あ、こんなところにさ、面積書いてあったんだ、みたいな、そんなんじゃないっすよ。個人の出品でさ、たかが10行もさ、ないような、そんな文を読み飛ばしてお前は買ったのかって言いたいよ。で、しかも、そういうトラブルが起きないようにですよ。値段はね、出品は1本になりますけど、まとめて欲しい方は、落札前にご相談くださいの落札前のところをですよ、わざわざ、鍵括弧でくくって、目立つようにして、こっち書いてんのに、お前はそれを読んでないのか。何がさ、こっちからメッセージ送っといてもう1本欲しいんですがどうしたらいいでしょうかだよ。システムがわからないか文章読めねえんだったら買うんじゃねえよ。結局、こっちもね、感情的に言うわけにはいかないのでね、また下手に出て、大変ね、ありがたいお話なんですけれども、出品のね、本文にも記載の通り、複数ご希望の方は、落札前にお声掛けしてほしいというふうに記載してあるので、で、送料の方もね、もう、2本目のね、料金を上乗せした金額じゃなくて、普通に送料だけを単純にね、もう通知してしまってるんで、大変申し訳ないんですけれども、今回はね、人前でのお取引でお願いしますと、へりくだってね、こっちがなぜかね、言わなきゃいけないっていうね、事態になりましたよ。マジで読めないんだったらさ、買うんじゃねえよ。ちゃんと読めよ。何のための鍵かこうやと思ってんだよ、このクソじじい。